武田正文の仏心チャンネル、ようこそお参りくださいました。本日のテーマはこちら。今日は私がなぜお坊さんなのに髪があるのかということについてお話しさせていただこうかと思います。おそらくこうして、仏心チャンネル始めたところで初めて私の姿をご覧いただいた方も少なくないと思います。皆さんの中で疑問に思われるだろうと思ったことを先に答えておこうということで、なんで髪があるのということをお答えしようと思います。おそらく今まで見たお坊さんはみんな髪の毛なかったよ、ツルツルにしてるよと、こう思っておられた方は、武田が怠けて髪を伸ばしてるんじゃないかと思われた方もおられると思うので、今日はこの髪がある理由について、お話しできたらなと思います。では、そもそもじゃあなぜお坊さんというのは髪の毛をこう剃っているのかということについて考えていきましょう。大昔仏教のお坊さんに、尋ねた方がおられるそうです。お坊様はどうして頭を剃っておられるのですかと質問されたそうです。そのお坊さんは答えられました。髪の毛があると私たちは美しく飾りたいと思う。髪の毛があるとそれが気になってくる。私が修行をしていくのに髪の毛というのは邪魔だから剃っているんですよとお答えになったそうです。仏教の目的では、私たちは自分の心の中の煩悩をコントロールするということを目指していくわけです。心の苦しみの根本原因は煩悩であると考えるんです。髪の毛は煩悩の象徴として考えられています。髪の毛があると伸びてくるとどんな髪型にしようかなと悩むわけです。そして髪の毛が抜けてくるとそれもまた気になるわけです。細かいことで言いますと、髪の毛があると朝起きた時に寝癖がついているかなということもこう気になるわけです。最近ですと流行りのヘアスタイルもどんどん変わっていくわけです。髪の毛があることでいろいろな心配が増えてくるわけです。ではなぜ私に髪の毛があるかということですね。実は私が所属している宗派は浄土真宗本願寺派という宗派になります。浄土真宗のお坊さんは髪の毛のあるお坊さんになるわけです。じゃあなぜ浄土真宗のお坊さんが髪の毛があるのかと申しますと、浄土真宗の開祖は親鸞上人という方でございます。親鸞上人は9歳から29歳まで比叡山延暦寺でご修行をなさりました。でその中では煩悩をなくしていく、私たちの抱える煩悩をどうやって解決していこうか、このことについてものすごくたくさんのお経を勉強され、とても厳しいご修行をなさっていたわけです。しかしながら親鸞上人はお気づきになるんです。私たちの心の中の煩悩を完璧にコントロールするのは難しい。こんな私が救われるにはどうしたらいいんだろうか、大変悩まれたそうです。そんな中出会ったのが阿弥陀様の教えでございます。阿弥陀如来は私たちが煩悩を抱えながらもそれでも救ってあげましょうという仏様でございます。親鸞上人は僧侶の中で初めて肉食祭祭、親鸞上人はお肉を食べたりご結婚されたりした初めてのお坊さんでございます。私たちが煩悩を抱えながら、皆さんと同じような生活をしながらどうやって救われるのかということを目指していかれたわけです。親鸞上人のお言葉の中には非僧非俗というお言葉がございます。非僧というのは僧にあらず、非俗、俗にあらずということです。お坊さんでもないし完全に俗人でもない、このスタイルを私は生きていくんだということをおっしゃったわけです。私たちは、仏教の教えを聞き仏様の願いにかなうように生きていこうとするわけですが、完璧な煩悩をなくすということはなかなか難しい。親鸞上人は、お坊さんとして、特別な人だけが救われるというわけではなく、一般の生活をしながら、みんなと一緒に救われる仏教を探していかれたわけです。ですので浄土真宗というのは今日本の中でも最大の宗派になっているわけです。たくさんの方に親しまれ、私たちが一緒に救われる教えとしてこの浄土真宗というのはあるわけです。とはいえこの浄土真宗のお坊さんもずっと髪の毛があるわけじゃないんです。得度というお坊さんになるための儀式がございます。その時にはみんな剃髪するわけですが、私もですね18歳の時に京都の本願寺に行って得度をしたわけですが、その時に初めてこう頭をツルツルにしたわけです。これはこれでですね、今までのこの仏教の流れの中で私たちがこう気持ちを新たにする機会としてはとても素敵な機会でした。そこから先の浄土真宗というのは髪の毛を剃ってもいいし伸ばしてもいいし
という、自由な形になっております。ですので、髪の毛あるなしがいい悪いというわけではなくて、各宗派のそれぞれの考え方が、この髪の毛にも現れているということになります。もし、皆さんの中でですね、自分の煩悩が大変強いと、そして髪の毛が気になって仕方がないという方はですね、ぜひ一度剃髪をして、仏教スタイルで、自分の煩悩と向き合ってみるというのも、おすすめでございます。ということで、私が、髪の毛がある理由を本日はご紹介しました。仏心チャンネルではこのように仏教についていろいろな雑学もご紹介しようと思っております。またご覧いただきたいという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたのお参りをお待ちしております。武田正文の仏心チャンネル、またのお参りをお待ちしております。チャンネル登録よろしくお願いします。